これもキッカーマテウス、リアを使ってフリック、右足横押さえて蹴りましたね。このボールほとんどステップ出ないですからね、合わせただけですけど、ボールが速かったんでね、うまくミートすれば強いシュートにはつながったと思いますけど、浮き球にした、エンドロザミアン、もうこの位置からプレス、捕まえたのは脇田、左足、その後ここですね、球際のところでやっぱり、なかなか難しいかなという。なってますけどね、はい、浮き球のパス、田辺が右に開いてクロスボール、押したところ左足、少し高い位置からこう叩いた感じになりましたけど、まあ、うまくねコースをついた見事なボレーシュートですね。まあ、相手プレッシャー来てますけど、エドアルトさん、これ林抜けてくるか、林一気にエリアの中に入って、林のシュート、ここアウトサイドのところで少しスピード緩めたところで、はい、ところがやっぱシュートまでいけたシーンだと思いますし、まあ、ここ内側を射抜くわけですから、はい、非常にこう強気だなっていうところと、ペナルティーボックスに入ったら、まあ、本田も来てましたけども、まあ、ゲームの流れをどう掴んでいくかっていうのは大事なところなんですよね。ディエゴ・オリベイラシュート、ナイス、折れてて、ここの1対1ですね、股抜きで右足で、まあ、逆サイドのサイドネット、少し体を大きく構えて、インサイドで出す、正確な中坂がこれで右に移っています。その中坂、佐々木が抜ける、中央に小田も入る、自ら行く、折り返した、山口のシュート決まりました。逆蹴ってるすごいですね、ここの、はい、ここですよね、佐々木選手、ここで変わってここまで行けたことでここは空いてますよね、はい、一番切れたとこ呼び込んでますし、ここで流して攻撃は前線に西村が待っている、高さがあります、まだ流し細かいバス、そしてシュートは高い、ボールを動かすことで、まあ、徐々にその秋田のマークがファーストディフェンダーにかかりづらい状態になりましたので、高橋選手もここでスクリーン気味にコントロールはしてますけども、もうもらうときにゴールのイメージはしっかり、ね、生きてたと思うんですよね。まあ、この振りからこのコース、まあ、本当にワールドクラスのシュートだと思います。スマートにフロンターレ、鳥栖、湘南と敗れました。その時の失点が5点、5点、3点と大量失点が続きました。今日はここまで失点なく、そして先制点を取りましたが、田川ナイスゴール、いや素晴らしいですね、こうワンツーで抜け出して、まあ、ドリブルで入りながら左足でニアサイド、ボックスの中にドリブルで入っていく、そしてまずシュートを狙っているという姿勢がこのゴールに現れましたね。アンカーで西川、加藤が待ち構えています。切り返す、深いこぼれ球、清田が拾う、シュートレンチ打たせてきました。もう一度坂本、左足、そして清田がこの逆に振りさばったところ、ずれてくるのも遅いですし、まだ大丈夫だというところがちょっと感じますね。小林もフリーなので、ここは中はもうちょっと厳しくしなきゃ当然いけないですしね。まあでもスーパーですね。素晴ら
しいゴール。